目だな。やけんよ。はい。やけん。何？今この間のなあのマスクかぶってるやつのワンダフル動画っての見てんだけど、全然ダメだなこれな。全然もう分かってないんだよ、ブレフロの面白さっていうのさ。だってまだ始めたばっかりなんだから。私たちだってそうだったよ。いや、コメントの評価も悪いぞこれおいね、これ誰やこのレスラー、しかもおもんない、ゴージャスダセマ、これこれゴージャスダセマ、ダセマ、ダセマだね。みんな国民は怒ってるよこれは。怒ってる、ブレフローを差し置いてこんな動画を始める。最初だからよ。いやいや、慣れてきたらみんなも理解してくれるよ。みんなこいつ嫌ってるよこれ。みんな嫌ってる。だから最初だけ。国民はみんな嫌ってる。そんなことないよ。考えすぎやよ。どうしようもないこれな。ヤス君。ん？あのね。どうした？またね、友達のクリオネから、あのビデオレター来てるんで。お。これってまたこれでしょ？いやダメだよこれ。まあ見ようよ。ほれ、見んの？うん。いや、俺はいいよ、俺はいいよ。よくん、じゃあ見ればいい。じゃあ見ようよ、いいね、クラゲ、いいよね。見よう見よう。どこどこ？なんつう、どこなのそれ。ビデオレター、またビデオ？どこなの？クラゲの下だよ。だろうな。だろうな。俺は、いや、俺は見ないよ。いや、一緒に。私は、私は見ないよ。私は宝くじのお当選見るから。何それ。私は本当のガチの宝くじ当選見るから。流して見よう見よう。じゃあ VTR スタート。オータムちゃんも。オータム？ジャイアントババというレスラーは昔ジャイアンツのピッチャーだった。ドーン、ワンダフォー動画です。私、正義の味方、フン、マスクドーワンダフォー来ました。そして、え、クルキーのぞみ、いや、まさかのんちゃんですけども、のんちゃんです。いや、来ましたね。はい。そしてこの人は誰ですか。なあ、マクリオネ。いや、おね、クリオネ。いや、クリオネクリオネもやってました。やってくれてた。まあこっちは動いてなかったですけどね、はい、心の中で伝わりましたけどもね。クリオネ、今日もなんか眠そうじゃない？大丈夫？いや、眠くないで、ほんまに。こういうキャラだ。起きてるからね。今回に2回目だけど、うん、前回ね、ちょっとのんちゃんと噛み合わなかったとこもあったけども、ね、もう仲良くなった？まあ髪の毛引っ張り合ったぐらいやな。いや、喧嘩してるよ。喧嘩ダメだよ。大丈夫大丈夫、うん、でのんちゃんの方が絶対有利だから、この大きさのね、うん、感じから言うと。そうやね。まあ喧嘩しないでください。うんね。ちょちょっとやめてよ。やめてよ。まあ触ってなかったけどね。うん。バラしてダメ。わかった。さあ今日も楽しくいきたいと思いますけども。うん、さあクリオネ、今日は何をやるんですか。ブレイブフロンティア。出ました。さあ前回いろいろ学んだけどね。はい。これからまたどん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 楽しくなるところで終わっちゃったから、うん、今日もまた続きということで。はい、さあじゃあ早速行ってみましょうか。はい。はい。じゃあせーの。ワンダフォー。かれた。よし、それじゃあ早速やってみましょう。はい。さあ今回もクリオネとね、のんちゃんにはいろいろ教わると思うんで、よろしく。うん、頑張るよ。よろしく。はい。じゃあ前回の続きから。はい。さあ町に戻ったとこからだね。戻ったか。俺もさっき戻ったところだ。どうした？カル、どうしたのよ。お、また可愛い子が、ね、新しい女。新しい女。修羅場だな、これ修羅場だな。女の人とか。いい方、いい方。可愛いから、可愛いから。まあね、可愛いね。お、表情も変わった。毒。セリア君、あ、ちょっと派手にやられちまったよ。何、二人は戦ってるの。いけない、このままだと。ちょっとあなた、カルの知り合い。うん。ワンダフルね。おお、ワンダフルだ。解毒薬持ってる。解毒薬ないよね。でも素材は持ってるじゃない。何来た、これ。え、あなた急いで解毒薬作ってきて。なるほど。え、わからない。うん、わからないんだ。あなた召喚士で
でしょ。画面が揺れたな。ここでスイッチが入るね。そうだね、いいわ、私が教える。あ、よかったよかった、頼む、早く行こうよ。来た来た来た。セリアちゃんも元気な女の子だね。元気ですね。はい、調合屋に行くわよ、早くして。調合屋、はい、ちょっと回復薬しか作れないじゃない、うん、急いで施設の強化よ。施設の強化もあるんだ。そうなんです、はい、こうして、はい、これで調合屋のとこ、あ、おお、カルマここで使うんだ。そうなんです、カルマがここで生きてくるんですよ。何に使うんだろうと思う、はい、じゃあここ押します。ここずっと長押しします。はい、そうそう、グリグリ入っていくのかな。あ、違う、これがね、うん、そう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 、そういう感じ。今でいいの？今の感じでいいです。45までいったよ、いいの？あ、じゃあもうゼロまでやってください。はい、ゼロまで、はい、レベルアップ。いいね、これ気持ちいいね、押すといい感じですよ、グーッと。はい、そうです、次のレベルまで200。はい、これで解毒薬が調合できるようになりました。はあ、これ、はい、もちろんこの右の川と森もレベルを上げるんでしょ。そうなんです、そうなんです、はい、やること。施設の拡張にはカルマが必要になってきますので。なるほどね、はい、やることがいっぱいあるんだ。はい、じゃあ調合、あ、調合室行きましょう。はい、調合室、調合施設行きましょう。はい、押しまして、はい、はい、何もさっとしてるのよ、はい、新しく解毒薬が作れるようになってるでしょ、うん、さっさと解毒薬を選んで急に素の感じになってね。はい、行きます、はい、そしてこの2つ、タッチ、うん、結構持ってるね、はい、やっと調合、あ、解毒薬が完成したようね。あんた解毒薬も作れないようじゃって、そんな場合じゃないわ、急いで戻るわよ、うん、そうそうそう、仲間がね。そうです、さあここで解毒薬を作って、うん、仲間カルのとこに来た。ダメ、あ、何、何やってるの、急いでカルに解毒薬を飲ませて。お、わかった、うん、毒が抜けていくぜ、うん、よかった、よかった。このアニメもちゃんと顔が変わるのね。そうですね、絵が変わっていきますね、表情がくるくると。強力な解毒薬だな、うん、お前が作ってくれたのか。そうだ、ありがとな。あ、どう、ちょっとカル、うん、なんでこんなやつ知り合いなの。解毒薬の作り方さえわからなかったバカ召喚師なのよ。バカ召喚師、いいね。え、そう、そういうの好きなの。好きだね。あ、そうなんだ、ね、強い女。俺の親友悪く言うんじゃねえよ。それに召喚道が認めた召喚師だ。はい、はい、素質ありです。素質ありだって、よかった。前回の放送から結構あったけどね、うん、いいのいいの、次行きましょう。はい、次行きましょう。お前なんてすぐに追い抜かされるぜ。うん、何かの間違いよ、こんなやつ私の足元にも及ばない。負けず嫌いだね。今はな。まあせいぜい追いつかれないようにするんだな。カルはいいやつだね、俺のことを相当ね、押してくれてるね。大親友ですよ、うん、もう大丈夫みたいね。じゃあ私はもう行くわ。あなた今度会うときはせめて解毒薬ぐらいすぐ作れるようになっててほしいわね。うん、ま、グランガイアから無事帰ってこれればの話だけど。なんだ、また新しい単語が。住んでるタイプですね。ね、じゃあね、カル。そしてアイテム倉庫、アイテム倉庫に行きます。行きましょう、はい、アイテム編成、アイテム編成、はい、なるほど、ここに5個のアイテム入れるところがあるけど、これでタッチして、はい、OK、 OK、これで持っていけるようなんです。なるほどね、はい、で最大5個まで持っていけるんだ。そうです、うん、わかりました。はい、クエスト行きますか。行くわよ、クエスト。お、来たね、クリオネ、早く冒険しよう、うん、ん、あ、出た、お、来たわね、うん、キリスちゃん可愛い、うん、回復薬の準備もちゃんとしてるよね。はい、もう私が教えることはあまりないかな、うん、なんか寂しいね、教えたらなんか言っちゃうみたいなこと言ってたからね、うん、言ってほしくないけどね。そう、デュードエッサー、嘘かい。出来のいい生徒で楽ちーん。さあ、この草原もそろそろ最後よ、うん、張り切っていきましょう。よし、行こう。この音も気持ちいいよね、うん、私このね、音楽が好きなんですよね。なんかおっとりした音楽だけど、いや、なんかそのなんか良くないですか、うん、総合、うん、これは場所によって面によって違うの、音楽は。あれ変わってますかね、結構。あ、エンジェルが来た、強そうだな。そうですね、これも属性は光なのかな、ですね、はい、うん、まあとりあえず 全攻撃で、はい、テンポよく行きましょう。はい、行ってみましょう。お、いろいろアイテムが
きゃあ、やばいぞ。危ないんじゃないの。うん、でもまだ体力大丈夫でしょ、クリオネ、うん、ね、じゃあもう一回びっくりするが弱いよ。よしよし、あ、よかった。これ同じ敵に攻撃されてたら危なかったね。やられろ。ね、よし、倒した。あ、どうだクリオネ、強いだろう。まあまあうまいね。でしょ、うん、まあ、ここまではまだ簡単だよね。ではね、ここまではね、この先がどうなるか分かんないけど。そうよ、厳しいわよ。ゼルを手に入れてカルマがどんどん欲しい。そうですね、うん、ああいういろんな施設とかのレベルを上げたいから、うん、よし、そしてレベル2になった。やったー、おめでとう。ワンダホー、ワンダホー、体力が全開した。よっしゃ、よーし、ワンダホー。じゃあ流行るんじゃないこの言葉、ワンダホー。流行らせたいですか。流行らせたい。多分ね、流行らせたいって横島な気持ちが入るとダメなの。流行らなくても流行らなくてもいい。そうそう、帰ってきたな、ちょっと話があるんだ。うん、なんだ。実はモルガンに強力な魔人が現れたな。何、召喚員がまた討伐隊を編成することに決定した。うん、そんでそのメンバーに俺も入ってて、うん、何、おカルやばいんじゃないの。すごいじゃん、やられちゃうんじゃないの。大出世大出世、長い遠征になりそうなんだ。うん、もう少しお前にいろいろ教えておきたかったんだけどさ、いろいろ準備に忙しくてよ。そうだ、これやるよ。なんだ。グランガイアの秘宝ダイヤだ。ダイヤ、また一つ。ダイヤ来たー。何、わかるの。え、クリオネもわかる。A よ、ダイヤ。ダイヤ A、 ダイヤはいいですよ。ダイヤはいいの。なんだダイヤ。ダイヤを5個受け取った。5個ももらえるやん。なになになに、おめでとう。ダイヤはなんだろう。これで強力な召喚をしてくれ。お、召喚をできんの。そうなんです。ダイヤで、はい、やったやった。ん、召喚のやり方がわからない。お、相変わらずだな。よし、教えてやるよ。一緒に行こうぜ。お、一緒に行こう。行こう、行っちゃうね。さあ、これでこれはもう行っちゃっていいのかな、はい、召喚に。よし、行きましょう。召喚をタッチだぜ。おお、すごい、なんか超激レア召喚。はい、これはやっぱ期間によっていろいろ違うの。そうですね、ちょっと前までは炎、うん、炎、クリオネもこれもちろんやってるんだ。もちろんそうよ、私ね、うん、結構いいの引いたの。あら、当たり、当たり引いた。当たり、おばちゃんだね。クリオネは誰がおばちゃんやん。クリオネは年齢いくつの設定なの、この人は。私、うん、永遠の二十歳。永遠の二十歳、やっぱおばちゃんっぽいわ。大阪のおばちゃんだな。何言ってんのよ、全然よ。でもあれ、でもお店はどこにあるんだっけ。野方。野方、野方じゃない、野方製でしょ。うん、野方製って言ってましたよね。そうそうそうよ、まあ、もちろん野方製よ。野方製だけど、うん、まあ、ちょっと製取ったんでしょ、うん、あ、そうそう、なるほどね。分かりやすく伝えるため。でも野方って言ったらあの東京にある野方と思っちゃうから。うん、ね、うん、野方製、野方製ね、製、はい、さあ、それじゃあ行きましょう。まず押してみよう、こっち。ダイヤ5個、あ、5個で1回引けるのね。はい、よし、1回しか引けないからね。よし、来い、ワンダホーの宇宙のパワーを。行くぞ、ゴー、そう、ワンダホー、ワンダホー、ワンダホー。あ、虹、なんないの、これ、毎回虹。あれ、ここは虹です。毎回虹ね。行きます。虹はいいです。さあ、この扉が開くのか。来い、ワンダホー、トウ、来い来い。なんだなんだ、超激レアって書いてるよ。これすごいの。え、どうなの。これすごい、すごい、やったぜ、ワンダホー。なにこれ、でもかっこいいですね。何、顔が見えないけど。え、なに、なにこれ、会心、会心っていうの、会心カノン、カノン、1、2、3、4、5個、5個星は絶対出るんだっけ。星5個はついてるのは出るな。これどう、リーダースキル、すべての状態異常を無効化する。おー、いいじゃないですか。いい、いいと思います。いい、はい。そしてブレイブ流れてっちゃう、ブレイブバーストがね、流れちゃった。あ、敵全体に、あ、雷なんだこれ。10連ダメージ、10連ダメージってすごいの。はい、すべての状態異常を回復し、さらに3ターン無効。うわー、いいじゃないですか。え、すごいの。結構いいと思います。あ、すごいの引いちゃった。やった、やったね、ワンダフルだね、はい。さあ、これちょっと見てみると、レベルが80まで、最大80、80まですると、うん、なんか進化とかができると。あ、これがさらに強くなる。もっと強く、星が5個から次の6に行くんだ。さらに強い。コストもある、コストもある、19。
はい、これは高いのかな、全コストがあるわけだ。そうなんです、全てパーティーを組むんですけど、そのパーティーの総コスト数みたいなのが、うん、あのなんかあのうわーってなっちゃうと、うん、あー入れれねーってなるんです。なるほど、じゃあ全部が全部こいつ入れたかったのにとかなる。このコストはレベルが上がればどんどん増えていくのかな。なるほどね。じゃあそれはね、うん、最初から全部力に応じてね、うん、なるほどなるほど。それだけのものが、これタイプとかもあるんですよ。タイプどこにあるの。上に、うん、ま、アニマ、アニマ、どこに書いてあるんです。アニマ、アニマ、うん、アニマタイプ、アニマ。お、なんだ何か出てきたこのアニマというタイプはちなみに雷属性でしょ。はい、はい、カノンは雷属性にさらに属性の上にさらにこう、うん、タイプが分かれてるです。ほうほうほう、はい、うん、なんかいろいろあって、うん、ロードと、うん、アニマと、うん、ブレイカーと、うん、ガーディアンと、うん、オラクルってのがあるんですけど、うんうん、このアニマはちなみには、ですね、うん、まあ、ロードから言っていいですかロード、ロード、ロードだとなんか平均的なんです。おお、何にでも対応できる。そう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 なんです、うんうんうん、で、まあ、他がですね、うん、こうロードっていうのが、うんうん、あの基準となってたとしたら、それ、はい、それと比較して、うん、アニマさんは、うん、なんか HP が一番高くて、その代わりに、ね、回復力が下がる、いろいろ回復力が下がる。下がる。でも HP 高いですか。ヒットポイントがね。はい。はい、そしてブレイカーっていうのが攻撃が強い。うん、それがいいな。でも防御は下がる。なるほど。どっちかがいいところがあって悪いところがあるのね。うん。うはい。でガーディアン。ガーディアン。ガーディアンは防御力が高い。うん。防御力が高いね。でも回復力は少し下がる。少し下がる。少しね。だからこれ戦闘に置くといいのかな、その戦闘。なんかいろいろとタイプがある。なんかそのなんかこいつめっちゃ攻撃とか強そうなのに、うん、なんていうかな、守り系かよとか、うんうんうん、なんかあるんですよ。なるほどね。そうなんです。そういうのがある。属性の他にもそういうタイプもあるんだ。そうなんです。これは覚えないと、うん、で多分パーティー組んだ時とかに、うん、そのなんかあの回復させる子とかがいたり、うんうん、攻撃が強い子とかがいたりすると、うんうん、そのなんかその回復が強い子とかが、うん、回復をめっちゃ頑張るとかしてくれるんですよ、うんうん、そういうのをやっぱこう考えてパーティーを組んでいかないといけないので。なるほど。ただ戦闘力高いから使えばいいってもんじゃないとね。はい、うん、クリオネ難しいねこれね。むずい、うん、でも覚えたらこれは楽しいだろうな。だと思います。そうなのね、うん、そしてもう一個あるんだ、オラクルっていうのがあって、これが回復力が高いんだけど防御力が少し下がる、うん、なるほどね。じゃあこれ回復役にいいんだね。いいと思います。はい、なるほど。そして今回引いたカノンがアニマ、うん、のんちゃんこれさ、はいはい、クエスト以外にこのサイドにいろいろこのアリーナとか、うん、見つけちゃいました。見つけたぜなんだよこれは。それは私が説明しましょう、お頼もしい。ここに資料があるんで、はい、資料を見てねはい、資料を見て間違っちゃいけないんで、うん、これクリオネ白黒、うん、これ黒くなってるけどこれはまだいけないということだね。まだ行かれへんねん、そこは。残念でした。はい、アリーナ。アリーナはですね、うん、他のプレイヤーのパーティーと5対5で対決できる場所です、うん、あ、対決するんだ、はい、そうなんです。バトルに勝利すると、アリーナバトルポイントがもらえ、一定量貯めると召喚位が上がり、うん、ダイヤや貴重なスフィアなどの報酬を獲得できます。おダイヤもらえるってよ。いやこれはそしたらまた召喚引いて強いのが出るかもしれないからね、うん、そうですね。はあ、でもこれは強そうだな、アリーナは。いや私行ったんですけど、うん、負けてます。負けてます。1回ぐらい勝った。1回だけ。1回勝った。でももう5回ぐらい負けてるから。それは運なの、その相手する人は。あ、相手はあの選べるんです。あ、選べるのねそう、もちろん強い方が報酬はたくさんもらえるということだよね。それは私は分かんないです。だってあの挑戦したことないんで分かんないか。基本的にあのこいつ弱えだろってやつを選んでこいつなんだ。絶対勝ちに行きたいじゃないですか。そりゃそうだよ。だから勝ちに行きたいなと思って自分よりレベル低い人選ぶんですけど、うんうんうん、選んだからといって勝てるわけじゃないんですね。なるほどね。そう、負けちゃう。単純にそうか、攻撃力が低いからって弱いわけでもないわけね。なんかうまいことパーティー組んでる人たちもいるんで。なるほど ね、 ね、アリーナ、まあ、まだここはいけないというので、はい、そのうちいけるんじゃないのかな、ね、そして次が、テート、ランドール。ペラペラペラ。これは何でしょうか。はい、アクラス召喚医の本拠地がある都市、召喚士にとって役に立つ施設がたくさんありますと。うーん、はい、
これはまず行ってみてだな。そうです、行けばわかります、行けばわかる行けばわかります、いろいろあるんでちょっとここでは長い説明が、うん、なるほど、はい、今度行こう、今度行きましょうそして、はい、もう一個レイドバドバトル、レイドバトルはですね、うん、レイド専用のクエストを1から4名のプレイヤーで同時にプレイするモードです、うん、マップのどこかにあるボス何マップのどこかにある ボスを追い詰めて、うんうん、協力して倒すのが目的となります。おー、あ、じゃあこれはもう、はい、友達同士でできるんだ。はい、みんなでワイワイと楽しく、これもいいね、楽しそうだね、はい、強い人なんかも仲間に入れられるんでしょ。なんかそうですね、はい、じゃあクリオネとのんちゃんと、うん、はい、ワンダホーで一緒にやることもできるのね。できますね、やりたいな、早よな、ね、やりたい、やりたいですね、うん、まだまだ僕が弱いんでね、はい、そしてはい、これが最後かな、ゲートの、ゲートの、狭間っていうの、狭間かな、うん、はい、これだ、曜日ダンジョンやイベントクエスト、うん、また鍵を使用することにより、うん、使用した鍵に該当するクエストが30分間することができます。お、30分間、時間が限られてるんだ。そうですね、私実は鍵がまだ全然集まってないんで。あ、これも最初 でもこれはなんか色がついてるからいけるのかなって感じだけども、はい、ちょっとこれ行ってみても大丈夫かな。入ってますか。入ってみましょう。はい、お、出ました。はい、まれに現れる異界への扉。あ、曜日ダンジョンはやったや、やった、なんかあのいわゆる素材、うん、あの合成するときに、うん、あのいい感じのやつが出てくるんですいい感じのやつが出てくるのね。そうなんです、いい感じのやつが出てくるの、ワンダホーのやつ、ワンダホーのやつらが出てくるんですよ。やったみたいな。へえ、これは曜日限定、もらえたりする曜日限定、その曜日しか出ないわけね。そうです、なるほど。そして、はい、パレードのそのはい、うん、これはすごいんですよ、もうワンダホーのやつが出てくるんですよ、全部ワンダホーのワンダホー便利やな、はい、うん、とにかくワンダホーのやつを、とにかくワンダホーのやつが出てくるんですよ。高難易度ダンジョンっていうのはまだまだいけなそうだよね。いや、これは私はもう全然、うん、ただレアなものが入ると。はい、なるほど、お、いろいろある。わうわ、これは世界広いな。なんかパレードとか行きたいですけどね。うんうんうん、なあ、まだまだ行けない。あ、パレードのそのすごい、うん、キラキラしてる、うん、まあとにかく楽しみ。まだまだ私は行くにはレベルが低いということね、はい、そうですね、なるほど、いろいろあるということです、うん、いやー、やることがたくさんあるな。そうですね、うん、はい、でもやりがいがある、うん、どんどん強くなって自分をね磨いてね、うんうん、これ人生と一緒だ。このゲームには全て入ってる。すごい深いです、ね、よし、今後も自分を磨いてどんどん強くなって、やることがたくさんあるから。そうですよ、いっぱいいっぱいやらなきゃいけないことありますから。うん、クリオネどうだった今回、うん、今日も今回良かったわ、うん、お褒めの言葉いただきました。今回良かったよ、召喚でいいのも出たしね。だもな、ちょっとな、ワンダホーがな、ワンダホーを使い切れてないねんなそこ、なるほど、そこ次回頑張っていこう。確かに、わかりました、うん、ただワンダホーの、どんどん出すわけにはいかない。これは本当にワンダホーと思った時にワンダホーポーズが出ますんで、うん、あ、それじゃあ期待しといていいんかな。あなたたち二人はワンダホーをちょっと使いすぎですよ。そうですか。ワンダホー、ワンダホー、テンション上がった時にワンダホーって言うんじゃないんですか。ワンダフルな時にワンダホー、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 それでありにしよう、ワンダホーそれじゃあ皆さん、またそう、ゴージャスとヨキュン、今後も俺らはどんどん強くなるからな、楽しみにしていてくれよ。ふん、あ、ふんワンダホー決まったまた次回ワンダホー、バイバイおー、300円か300円か、あ、終わった終わったの。うん、終わったね。ちょ、なんかまたなんか言ってたけど、なんかあのプロレスの豆知識はちょっと弱いなあれな弱い、プロレスに固執してるから。いや、でもね、まあそれは置いといても結構初心者向けでさ、うん、よく分かりやすいよね。分かりやすかった、分かりやすかった。分かりやすいとかじゃないんですよ。ね、よかったじゃん、全然よかったよね。全然分かりやすいとかじゃないんですよ。何、ブレフローをここまで育てに来たのは誰だ。エルムさん、違うな。ブレフローであるこのゴージャスが、やだ、ブレフローをここまで高めに上がってきたんだ。大きいな、この人は。結構さ、ブレフローなんだよ。多少はね、まあね、あのちょっとはやっぱ
ぱりあの保険してるって言わせていただきたいなと思うけど、いやいやダメだダメだ、もう俺はブレフロー、もうブレフローはな、もうブレフローじゃない、ブレフローはもうブレフローの地位を超え、もはやブレフローになったんだ私は。意味が分かる、私がブレフローだ。ブレフローさん、ブレフローさんだ。ブレフローさん、ブレフローさんチーズ。よくわかんないこの人。でもこれはもう本当な、ちょっといいじゃん、みんなで盛り上げていけばいいじゃない。ちょっとな、もうちょっと、のんちゃんもだってやってるんだよね。やってる、面白いんだよのんちゃん。面白い、でも面白いだろ、もうブレフローの良さの方出さなきゃ。のんちゃんは自分の個性を出してるとダメだろ。いや個性を出してでもね、ブレフローもちゃんと自分でプレイしてやってるし、あんまブレフローも面白いとこ出すの。友達のクリオネも面白いよ。そう、なんだろ、レイプフォーキャー、そんぞ、熱いんだよな。誰なの一体あれ。ダメだ、ブラネのブレフローやるよみたいな、みんな国民も喜ばないと思う。ブレイプフォーキャー、ブレイプ、国民は分かんないんだけどな。理由の、あ、そう、学園のためやつ。マスクドワンダフルもさ、うん、あれいい感じだよ。あ、そうだよね、だってすごい頑張ってくれてるもんね。めちゃめちゃ頑張ってるらしいよ。目線がなんか分かんないから、こうなってんだ、いつもずっと。なんだこれ、こうやって上から目線だろこれ。そんなことないよ。下から下からってんの、あめよう。おい、真ん中でいいじゃない、もう。もう誰だ、もう俺の前のブレフローが言ってるのは誰だこれ。ブレフロー、ブレフロー、わお、ザ関係してくるから。当たったんだ、オータムジャンボ、ね、オータムだからね。遅かったね、関係300円で、ね、